きものであれば誰にでも持っているもの、抗うことのできない絶対的存在。依存を意識するほど依存する、ジレンマのような存在。だからといって意識しなくても依存から抜け出せない、対策が存在するわけではなく、ただ沈むのみ。依存は強ければ強いほど抜け出せない、最終的にはなくてはならない、それがなくなるだけで死を選ぶほどに、それは身近な現実でもありふれているはずです。大事な家族、大事なもの、大事な環境、大好きだった人、大好きだったメンバー、大好きだったキャラ、その依存度が強いほど失うのを恐れる。依存は生物を導くこともできれば狂わせることもできます。どんな綺麗事を言ってもそれが真実。絶対的依存を専門とする私ですら依存しているのだから。依存は意識しているエリアと無意識のエリア、2種類で分別します。私たちが認識できる依存が意識型依存。精神支配系能力者、完全服従や特性は意識しているエリアに属します。私が扱う絶対服従は無意識の領域。無意識のうちに私は依存させることができる。それは言葉一つで、命を投げるほどの強烈な依存をね。それはもはや私の傀儡と言ってもいいでしょう。ソフィア、あなたはきっとこの先起こる出来事を変えに来たのでしょう。その答えはもうわかっているのですか？意味はありますか？円満なら変える必要はあるのですか？変えなかったからこうして生き、過ぎた過去に目を向けるほどに余裕があるのでしょう。私はソフィアが大事です。確かに殺そうとしました。洗脳もする気でした。ですがそこまでするのは私はあなたが最愛の友だったからです。最愛の友でなければ無慈悲に殺して終わっていたでしょう。その私の思い、そして私がどう動いてもあなたは死ななかった。ならこの場を収めるため、また3人で楽しく暮らすために、一度全員不幸になった方がいいのではないですか。私も苦しんだ。ソフィアも苦しんだ。きっとご主人も苦しんだ。だけどその先に幸せが待っているのなら、目先の幸せをつかもうとして長い不幸を味わい続けるのなら、苦悩を私と一緒に選びませんか。さあ、話し合いましょう。互いに状況を理解したわけですし。そうですね、正直言いますと私はソフィアを殺したくありません。一番の親友を殺すなんてやりたくありません。私はソフィアが、一体、って言ってくれるならその言葉を聞き入れます。私にとっても一番聞きたい言葉でもありますから。待って。このまま進んでいいのか、変えていいのか、たとえこれがクリアだったとしても、それで私は納得できるのか。だって、私は今までこの判断に後悔してこなかった。でも私が行った判断はメディアの洗脳だと気づいた。つまり自分の判断ではなくメディアの誘導だったんだよ。そして今度は、言いたい、と言えと言っている。私だって言いたい。でも言えばまたメディアの洗脳に陥るだけなんて。判断するのは簡単だ。でもこの結末次第では私は現実世界をおとなしく見てしまうかもしれない。それは知れないだけの被害ではとどまらないんじゃないか。知りたくない。今以上の幸せがあった選択肢を私は見たくない。不幸なら耐えられた。やっぱり今の選択が正しかった。って内心言い訳できてきたから。決めてください。行きたい、ですか。死にたい、ですか。私から何も言うことはありません。ソフィアが決めてください。冷静になれ、何を恐れる必要がある。これは試練だ。別に試練内で起こったことと現実が同じになる保証なんて。そうだ、悩む必要はない。ダメならやり直せばいい。それだけだよ。なのに私は？試練を何度やり直しても試練で得た経験はずっと残り続けるよね。どうしたのですか、ソフィア。あなたはずっと私と喧嘩をしたかったのではないですか。喧嘩を求めるほどあなたは私に伝えたい気持ちがあったのではないですか。考えてますか、ちゃんと。ただその場で立ちすくんでいても結果は変わりません。自分自身の言葉で選んでください。ソフィア、まだあなたは私の前に立ちふさがるべきではなかった。きっとここでの判断はずっと押し続けるでしょう。あなたは知っていたはずです。敵にしてはいけない存在というものを。私たちは力がある故に見失いがちですが、忘れてはならないんですよ。敗北にやり直しは存在しない。そんな当然なことも忘れた。何度もやり直せるからってうぬぼれていた。バカなことを。一度失ったものはたとえ何度やり直しても戻ったりはしないんですよ。もう二度とここに来るな。そしてあなたが選んだ選択を頭に刻んで先に進みなさい。返事をしなさい。返事がないのであれば仕方ありません。私自ら終わらせます。行きたい。墓穴を掘ったね、メリア。いや、今のメリアだからそんな価値観なのかな。何を？私の知っている今のメリアは、一度失ったものはたとえ何度やり直しても戻ったりはしない、なんて言わないよ。
何度失っても取り戻す。一度手元にあったものは必ず再度手に入る。それ以上にして手に入れることだって可能。失うことは悪いことではない。前に進むためには失うことだって必要。その先でしか得られないことだってあるのだから。私の知る今のメディアは多くの失敗を得て精神的にも強くなった。失敗を恐れて母親の言葉に従うような弱いメディアじゃない。私は弱い奴の言葉は聞かない。同じ言葉でも私は今のメディアの言葉を信じるよ。なんて、私は間違いなくあなたを洗脳したんですよ。なのになんて？洗脳、すごく腹が立ったね。でも今のメディアがずっと謝ってくれてるんだ。知らなかったとはいえ私はメディアを許した。それ以上でもそれ以下でもない。許したんだからもうこの話は終わってるんだよ。生きる、一体、私は誰かのためじゃなく自分のために一体、それが回り回って誰かのためにもなるのだから。答えは出た。私の勝ちだ。諦めろ弱いメリア。もう私はあなたに殺されてなんかやらない。お前の安っぽい洗脳は効かない。だって私はお前の言葉、お前の依存よりも優先できる依存先があるんだから。私よりも優先する依存先、ご主人のことですか。それもそうだけど、もう一人いるよ。今のメリアだよ。私は今のメリアにも依存している。強制ではなく自ら進んで、どう転んでもメリアはどうしようもない私の大事な友人なんだから。残念だったね。私は依存に甘える。そして私は今のメリアを信じてる。だからこそ昔のメリアの言葉なんて一切聞いてやらないし、依存なんてしてやらない。今よりもいい人生なんて存在するもんか。なぜなら今私は今生きている人生がこの上なく心地いいからだ。ほら、終わりだよ。私の勝ち、そういう話だったよね、メリア。はい、乾杯です。私の負けですよ、ソフィア。やった、メリアに勝った。形はどうあれ私は死なない運命に入ったんだ。よかったです。今度は生きるって言ってくれましたね。これで私は、安心できる。メリア、もし私がもっと周りの人のことを考えて、今みたいにメリアの洗脳すらも超えて助けを求めたら、きっとメリアは私を殺さなかった。もしかすると一緒に帝王神相手でも戦ってくれたのかもね。そんな未来もあったかもしれないね。でも後悔はしてあげないよ。さっきも言ったけど今生きている人生が好きだからさ。そんな未来もあったかもねって笑い話くらいにはしてあげる。それくらい私が選ばなかった運命に未練はないよ。ハートキーの試練、多分分かったかもしれない。簡単な話だった。誰かを信じて運命を歩めるかどうか、それを試されてたんだね。昔みたいに身勝手に生きてたらメリアに絶対に言い任された。多分ずっと勝てなかった。でも今は違う。昔のメリアに何を言われても違うと言い返せる。私の強い意志、そしてそれを支えてくれるみんながいる。それを知っているか知らないか、その差がこの試練で試されていたことだったんだね。会場、微弱だけどしっかり私の意思追納を感じるよ。本来の意味とちょっと違うけど、これで私はパパの隣に立って支えてあげられるね。そしてソフィアは試練を終えた。ソフィア試験は終え、再度パパ試験に戻ります。本当にごめんね、ソフィア。ありがとう。大好きです。私はあなたにもたくさん助けられました。一緒に失敗して、一緒に悩んで、でも一緒に笑って、一緒に同じ幸せを分かち合って、そして一緒に前に進める。そうあれの今の運命が私はすごく心地よくて大好きですよ。これで当分私の話はなしだよ。次は俺のターン。前回はイケイケモードで終わってるし、このまま順調に勝ちを得たらいいのにな。なるはやのちょっとやだよ。もう下巻に入って何話使ってると思ってるの。38話だよ。まったく。この調子だといつ終わるのやら。帝国でイラーと戦ってたのが懐かしい。早く終わるかどうかはパトにかかってるんだからね。頑張るんだよ。そうだな、任せておけ。次回から熱々展開だ。絶対次も見てくれよな。オラワクワクすっぞ。オラワクワクすっぞー。